皆さんおはようございます、大です。ここはですね、小田急電鉄新宿駅なんですが、今回は特急ロマンスカースーパー箱根9号箱根湯本行きに乗ってきたという動画でお届けしてまいります。で、スーパー箱根号っていうのは小田急の最優等種別である特急の中でも最速の列車で、新宿を出ると箱根登山鉄道との境界駅である小田原まで小田急線内の全駅を通過するんですよね。また2ヶ月くらい前の8月14日に乗用車との接触事故により3万型エクセが車両故障を起こしたんですよね。その影響で車両不足のため9月10月の一部特急ロマンスカーがエクセ4両での運転になっていて、今回乗るスーパー箱根9号もその一部なんですよね。今回はそちらに乗っていきます。では早速改札の方に移動しましょう。ということでね、小田急線の新宿駅西口地上改札までやってまいりました。今回使う乗車券はですね、こちらの IR 石川鉄道の交通系 IC カード IR イコカですね。こちらで早速入っていきましょう。お待たせいたしました、4番ホーム。今回乗車する特急スーパー箱根9号箱根湯本行きは3番線から10時20分発なんですが、両数のところを見るとね、ちゃんと4両になってますね。いつもより両数が少ないからか満席になってますね。じゃあ3番線ホームの方に移動しましょう。ということでね、2、3番線ホームやってまいりました。3番線ホーム側にはですね、まだ今回乗車する特急ロマンスカースーパー箱根9号箱根湯本行きは来てないんですよね。で、今回ね、7号車に乗車するんですが、足元の乗車位置目標を見るとですね、エクセ MSE 4両編成の乗車位置ステッカーが貼ってあるんですよね。なのでね、ここで列車来るまで少し待ちましょう。ということでね、3番線には10時20分発特急スーパー箱根9号箱根湯本行きがやってきましたね。こちら小田急電鉄3万型エクセアルファ4両編成です。早速ね、今回乗車する7号車乗車口の方に移動しましょう。ということでね、7号車乗車口までやってまいりました。早速ね、乗車していきましょう。今回座る座席はね、この7号車の1番 D 席です。目座席はこんな感じですね。で、この1番 D 席っていうのはですね、前が見える座席になっているんですよね。VSE とか GSE では展望席に当たるような座席です。じゃあ出発まで少し待ちましょう。
はい、ということでね、新宿から45駅連続通過して小田原までやってまいりました。この小田原駅からね、箱根登山鉄道線に入ります。ということでね、終点箱根湯本までやってまいりました。乗ってきた電車はですね、折り返し回送列車となります。小田急線の新宿から小田原まで45駅連続通過の特急スーパー箱根9号、箱根湯本行きの動画いかがだったでしょうか。本日ね、エクセアルファ4両編成でのスーパー箱根だったわけなんですが、普段はね、GSE だったりとか VSE、また6両編成のエクセなどでね、運転されるので、皆さんもぜひ乗ってみてくださいね。じゃあこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。